ほら子供たち喜びますね。あ、おるやん。あれ、あ、本当だ、アンパンマンのあの石のねえ、はい、ね、石像に、石像のところに、ね、いや、これは嬉しいな。かわいいな、あら、かわいい、うん、もうたまらんね、俺今2歳の息子おるからさ、うん、12歳、11歳、2歳やね。12、11、娘の2歳の息子、ね、こんにちは。こんにちは。アンパンマンミュージアムに来たんですか？今から、今からまだオープン、もう開いてるのかな。今オープンしたの。あら、かわいい、ね、10時から、こんにちは。おい、びっくりした ね、急に。いや、ねえ、おいで、ほら。いやいや、もうめっちゃ嫌がってますよ。泣くかな。嫌がってないの。もう、ほらほら、大瀬さん、いや、ほら、もうわーってなってます。もうね、急にびっくりしたね。いや、2歳のね、息子いるから、ちょうど、はい、まあ、1歳半ぐらい。あ、今度お正月で2歳。あ、2歳や、自信があったんですね。同じぐらいの子供いるから、同じぐらいの子おるから今、残念です。可愛くてしゃあないね。ブンブルか、はい、おいでおいで、はい、おいで、ほら、おいで、はい、そんな、はい、ダメです、はい、小手さん、もう、はい、はい、ちょっと諦めていただいていいですか。バイキンマンだよ、もうバイキンマン。これ記念になるで、小手さん、法政と取ったりって記念になるで、これ、はい、本当ですよね、大人になったら。まあ、まあね、ね、でも今日はアンパンマンに会いに来てるんで。そうやな、はい、うん、月定マンにはちょっと今日は用事、月定マンね、ちょっと今日は用事がない。せっかくだから撮ろうよ、写真。そうですね、はい、撮りましょう、撮りましょう。でもお父さんと一緒にどうぞ、こっちに。はいはい、もう全部アンパンマン隠れますけど、ね、ほんまや、アンパンマン、アンパンマン隠れてるけど、月定マンで、はい、もう電車で、ね、いい、オッケー。すいませんね。これ何しおとっていう番組で、またあの福岡ですか？福岡じゃないですよ。違うんですよ。どこから来たんですか？熊本。ああ、熊本や。ギリギリ映りません。すいません。映らへん。映らないです、熊本は。これ福岡だけなんです。大牟田あたりにちょっと引っ越して。福岡と大阪と北海道。あ、そうなんや。でしかやってない。横の県やのね、熊本。じゃあ、福岡に見に来ていただいて、ね。まあ、誰か親戚。はい。はい、ありがとうございました。荒尾ぐらいまで映るらしいです。荒尾ぐらいまで。はい。玉名に行くとも映らない。ありがとうございました。